福井重機から1932年11月23日は日本の陸軍軍人。見習い士官時代に雪中興軍福島隊に参加。後参謀本部初代航空班長を務める。予備役後は朝鮮で監督事業に従事した。聖五位勲造党、高三級。最終階級は陸軍不評大佐。父は旧合図藩士で明治新後に。 北海道に移住し、トン,ン兵となった。福井は、旧藍津藩諸園の財団法人、地商会の初代幹事の一人である。陸軍幼年学校、陸軍士官学校を共に優等で卒業し、不評少位に任官した。不評第31連隊の見習い士官であった際、福島大造の指揮する、雪中校軍隊に参加している。注意時代に、 第8師団副官として日露戦争に出生。士官学校教官を務めた後、1910年陸軍大学校を卒業。参謀本部鉄道船舶課に配属された。1914年第1次世界大戦が勃発すると、第18師団府の偵察将校として、沈太を攻略戦に参加、飛行機による偵察活動に従事する。 この戦いは、日本軍が、初めて戦闘に飛行機を用いたケースとなった。不評第18連隊大隊長を経て、1918年、元風評第23旅団長、武藤信義少将に従って、ハルピンに渡り、初位、武藤機関の一員として、シベリア出兵のための諜報活動に従事する。後にその功績によって、高三級を授与された。 帰国後参謀本部部員となり、1920年8月に、作戦課航空班長に補えされる。作戦課はそれまで作戦班と兵坦班のみであったが、航空班が新設され、福井は初代班長として、翌1921年12月まで務めている。同僚の作戦班長、兵坦班長は、畑俊六、小磯国明であった。 在任中の1920年12月、陸海軍航空協定委員会が設立されると、委員に選ばれ、陸海軍航空隊の整備や、戦時の役割分担等に関する取り決めの決定に当たったほか、同委員会の特別委員として、空軍独立に関しての研究調査に従事した。1921年12月に参謀本部府となり、 ベルサイユ条約平和実施委員として、欧州に出張する。連合国軍事監督委員も兼務するが、病気のために1924年9月に帰国した。同年12月から1926年3月まで、参謀本部鉄道船舶課長を務めて、予備役となる。安倍房次郎と親交があった福井は、安倍から朝鮮全羅北道における。 監督事業の現地責任者の選考を依頼され、福井は自らその任に当たることとした。福井は、当時参謀本部鉄道船舶課長の要職にあり、その前途を考慮した安倍は現職に留まることを、懇望したが、福井の決心は固く、結局彼に事業を一任することになった。当初の計画では、金包み支援案の1900長部を開くことになって、いたが、資金、 皇帝などを考慮し、約1700長部に改め、7年の歳月をかけて、完成した。福井は、1932年8月に実施された、春工式に出席し、その場で病に倒れ療養の後死去した。第5連隊遭難始末期、不評第31連隊接中高軍機、藍塚雑誌第42号、死亡会員略伝福井重貴君。 福島県立合津高等学校70周年、記念誌、陸軍航空の軍備と運用 P32 から52、福井風評調査状況の県村上、P95、職員6、大正8年、ハット AB、日本陸海軍総合辞典 P300、陸軍航空の軍備と運用 P137 から153、職員6、大正11年、 第166号平和条約実施に命面の、県、王八百8 5 8号その 459, 大正12年7月6日、軍事監督事業再開に関する県、王寿、第2号平和条約実施に命面の県、塩と豆腐ハット AB、塩と豆腐、安倍の序文による、官報第1六6 8号、付録、除任及び、 事例1916年2月25日。福井不評彰査状況の件、第166号平和条約実施の地面の件、特命全権大使、松平常代11名外国勲章事業及び、廃用隠居の件、王八1858号その459、大正12年7月6日、軍事監督事業再開に関する件、王寿。 第二号平和条約実施委員地面の件。ありがとうございます。